ママ徳元気ラジオ。この番組は合わせ小学校前おいしい雑貨やシャムス、子ども服子ども用品制服のリユース&アウトレットのお店マムズマート那覇新都心ストア、以上各社の提供でお届けします。心が出会った気持ちはね、あなたの花咲く合図なの。どんなあなたも許してさ、次のステージ行きましょう。おはようございます。むぎゅー、今週も始まりました、ママ徳元気ラジオ。パーソナリティはママの元気サポーターでチャイルドカウンセラー、そしてホメアイマスタートレーナーの堀えりみです。はい、今日もね、火曜日、先週とか、日曜日はね、各地でまたね運動会があったようなんですけれども、で昨日ね振り返りで小学生がねたくさんこうあちらこちらをで、振り返りでお休みしている小学生見かけましたけれども、ママたちもね運動会が終わるとほっと一息ですよね。運動会っていうのは、ね、特に小学生、幼稚園とか、ね、保育園幼稚園小学生とかの運動会っていうのは、子どもたちのね本当に頑張ってる姿とか、一生懸命にね演じてる姿とか、かけっこもそうですけれども、見ると本当にね、あ、こんなに大きくなってってね、目頭が熱くなるってね、なんかこうなだうるうるしずるみたいなね、ママの話もよく聞きますけれどもね、なんか感慨深いものがありますね。ただその前にママはね早起きしてお弁当を作ってとかね、でまた前日の場所取りだったりね、いろいろとね、ママパパと連携取りながらと思うんですけれども、結構運動会って一仕事ですよね、で でもね、この運動会のその通るっていうか始まってからはね、本当にもう楽しく家族全員でねニコ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 して我が子の成長を喜んで、またおじいちゃんおばあちゃんとかもね一緒にね、見てくれたりとかしたら子どもたちもねすごい喜びますよね。で美味しいね、お昼には美味しい美味しいお弁当を広げて、みんなでねまたね笑顔笑いながらいろいろとね、あだこうだねいろいろ話しながら、過ごせる時間ってねすごい素敵ですけれども、こんな風にねもうみんなでワイワイと楽しく参加する運動会っていうのはだいたい小学校ぐらいまでですかね。中学校からは、学校にもよりますけれども、割とこのね小学校までのこの感覚とは違って、お弁当をね一緒に食べなくなるね、中学生だったら子どもたち同士、ね、友達同士で食べるとかね、そういうところもありますね。学校によってまたね必ず家族と一緒に食べてねっていうところもあるんですけども、ちょっとねまた小学校までとは違ってきます。さらにまたね高校生はまた違ってきますね、体育祭ね、なので、本当にね今のこの時期をいろいろ大変なこともあると思うんですけど楽しめたらいいですね。はい、ママ徳元気ラジオ、この番組はママはもちろんママじゃなくても心も体もお財布も聞けば何かしら得する情報、聞けばなんだか元気になる情報をお届けしようという番組です。番組ではメッセージを募集しています。おすすめの情報やお得な情報、あなたの近況、最近の良かったこと、嬉しかったことなどね、お寄せください。また番組への質問や感想などもお待ちしています。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではユーストリームで動画を配信しています。ドサイマルラジオとかツイキャスとかねありますよ。でスマホやパソコンがあれば
電波が、ね、届かない遠くの地域の方たちにも、ホームページから、ね、見ることができますので、ぜひあのこう遠いところにお住まいの友達とかにも、ね、教えてあげてください。さあ今日も、ね、元気よくいきますよ。今日はですね、第4火曜日、ね、合ってますよね、第4火曜日なので、私、なんだろう、アシスタントママはいないので、ね、私堀江里美の方がいろいろとね、あのチャイルドカウンセラーの立場からとかね、お話ししたいと思うんですけれども、ね、あのまずこれ忘れちゃいけない大事なね、お知らせをしたいと思います。実は私あの学研教室のね、教室もやってて、子どもたちに直接指導とかもしてるんですけれども、その学研教室の、指導者で、指導者が主催するチャリティー講演会のお知らせをしたいと思います。はい、熊本地震チャリティー講演会、未来を担う子どもたちへ、タイトルの方が輝く未来の夢をつかもう、子どもたちを世界へ羽ばたけというタイトルですね。で、日時の方がですね、11月23日祝日で、会場の方が13時30分、講演会は14時から始まります。場所は宜野湾市民会館大ホールで、対象がですね、小学校5年生以上のお子様から、あとはね大人ね、おじいちゃん お母さん お父さんもちろんのこと、ね、独身の方もねいいですね。でまたおじいちゃんとかおばあちゃんとかね、大人の方は制限ありませんので、すごくねいいお話だと思いますので、ぜひねさお誘いの合わせ行ってください。で入場料の方がこれはもう5年生以上の子どもさんみんな統一で、大人もね1人500円となっています。でこの、ね、入場料の中からまたね熊本チャリ地震の支援ということで赤十字の方にね寄付されます。なのでいい話を聞いて、ね、心も、ね、こう満足、ね、で夢が広がって、なおかつまたこれがね社会貢献、熊本の方たちの役に立つ、ね、そんな素敵な講演会となっています。でこの、ね、お話をしてくださるのが坂本達、ね、坂本達さんということで、自転車で世界一周を成し遂げた方なんですね。すごいですよね、自転車でってね。で、この方の話がね、以前所さん、所ジョージさんのテレビで、こう取り上げられてたことがあるんですけれども、それがねすごくまた楽しくて魅力的な話が満載だったんですけれども、この方が今度はね本当に直にこう、ね、沖縄の、子どもたちやまたね、大人向けに、子育て中のお母さんたち向けにいろいろとこうね本当に視野が広がる、沖縄って本当ちっちゃい島国なんですけれども、もう坂本さんの話は本当に広い、ね、世界の話ですね。でそれが、まあ、旅行に、ね、こう世界一周旅行の話はもちろんね、いろんなところでいろんなことがあったとかっていう話も聞けるんですけれども、実はこのね、面白いのがこの坂本達さん、まあね普通の方っていうよりもなんかもうちょっと変わったね、変わった個性豊かな方だと思うんですが、本当に一人で自転車を使って世界一周旅行をするときにやっぱりいろいろとね、もうお金とかもね蓄えないといけないということで、もうすごいケチケチ生活も送ったようなんですけれども、それと同時に本気ね、本気だよってことで、ことあるごとにこの上司に、ね、世界一周旅行行きますみたいなことをいつもなんかレポートに書いて出したりとかしてたみたいですね。あ、そうそう、この坂本達さんという方は、ミキハウスの、社員なんですけれども、そのミキハウスに勤めてた頃、ね、もうちゃんと着々とこの、計画立てて、でこの、ね、社長に
世界一周旅行自転車で行きますみたいな感じでねアピールして、でしかもいろいろこうね普段の生活もやりながら夢もねこう着々とこう計画も立てながら、スポンサー、この坂本達さん自分自身へのスポンサーを、いろんなね企業さんにまた手紙を書いてお願いしていたようですね。自転車で、ね、使って出るのでいろんなこう また、カメラだったり何だったりとかで必要な機材とかも、ね、いろいろありますよね。なのでそういうものをこう各いろんな企業さんに応援してくださいみたいな感じで、ね、お手紙書いて、まあ、断られもしてるんですけれども本当にこの坂本達さん この、お願いが、まあ、本気だししかもとっても夢がある、で多分こう聞いててワクワクするような、ね、お手紙だったと思うんですけれども、これは応援したいということで大きな会社が、ね、どんどん坂本達さん の応援、ね、こうスポンサーになってもいいよということで、ね、こうサポートしてくれたんですね。でそれをまた、ね、このミキハウスの社長が、ねおすごいこんな、ね、みんなに応援されるね、すごいね、こう本当にこうすごいことを成し遂げようとしてるなということで、で坂本達さん本当はねミキハウスを、一旦ねこうやめて世界一周旅行をしようということでだったみたいなんですが、この、社長さんもやっぱり、ね、すごい太っ腹というか、ね、夢がある方ですね。やめなくていいよってちゃんと給料を出すから有給取って、ね、世界一周旅行してきたらいいよって、で途中で、ね、このミキハウスの宣伝とかね、なんか会社のため何かやろうとしなくてもいいよっていうのが条件だったみたいです。やらなくていいから、ね、会社の宣伝とかやらなくていいから、とにかく元気に帰っておいでって。すごいんじゃないですか。この坂本達さんもすごいけれども、社長のね、元気に帰っておいでっていうね、この、考え方っていうのもね、すごいですよね。でその結局ねこの坂本達さんが世界一周旅行に出かけて夢をねこう持って出かけて、で世界一周の中でいろんな経験をして体験していろんな人と出会って で日本にまた戻ってくる、元気な姿で戻ってくる、そのことが本当に子どもたちのまたね夢が広がっていく、そのこと自体がですね本当にあすごいことやってるなって、どんなことやってきたんだろうって興味も持つし、話を聞いてまた夢が広がっていく、ね、それを本当にねこういうのを子どもたちに見せてあげることができれば、ね、会社の宣伝もしなくてもいい、ね、何もしなくてもいい、元気で戻っておいでっていうこのね社長の言葉もすごいなと思いました。で実際に、まあ、いろんな途中でね病気になったりだとか本当に困ったこととかもいっぱいあると思うんですけれども、元気に戻ってきて今はまたねこの、出会った方たちのこの発展途上国の方たちもいらっしゃるのでねサポートしたいということで、こう本を出したり、ね、執筆活動もやって本を出して、その収益をまたこのね、お世話になった方国の方たちに、寄付して学校を作ったりとかね、病院施設をなんかこうね作ったりだとか、そういうね、講演活動も今してるんですね。で本の売り上げだったりこの講演会とかもまたねこの坂本達さんはまたそういうものに役立てている、すごいですね。で本当にこう沖縄で生まれ育って、でまあ日本でもそうですけれども生まれ育ってずっとねこう小さいところで小さい目標を持ってね、なんかこう一生懸命ねこうやるのもいいんですけれども、世界は広いんだよっていうね、そういう話を聞くのもすごくいいんじゃないかなって。で目の前に見えてるところだけが、ね、全てじゃなくって、自分たちが行ったことのないところ、ね、やったことのない経験、ね、たくさんあるんだよって、本当に世界は広いんだよっていうのをね、知るとまた日々のこのねいろんなこの努力だったり目標だったり、そういうものもまたねなんかねいろいろと変わってくるんじゃないかな、たくさん影響を受ける講演会だと思います。はい、ではこのね講演会、改めて、日時とかねこうお話ししたいと思います。学研教室指導者の主催のイベントで、熊本地震チャリティー講演会未来を担う子どもたちへ
輝く未来の夢をつかもう、子どもたちを世界へ羽ばたけというタイトルで講演会が行われます。講師の方は坂本達で、自転車で世界一周旅行を成し遂げた方ですね。で、この開催の日時が11月23日、会場は13時30分、講演は14時から始まります。で、宜野湾市民会館の大ホール、対象は小学校5年生以上で、入場料の方は子どもも大人も500円となっています。で、その、ね、入場料の中からまた、ね、熊本地震の方を、ね、支援ということで寄付されますので、ぜひ、ね、お話、素敵なお話を聞いて、また社会貢献、ね、よろしくお願いします。で、ちょっとね、これの申し込みの方なんですけれども、インターネットで学研教室熊本地震チャリティー講演会っていう、ね、キーワード入れると出てくると思いますので、詳しいことはまたそちらの方で、見てください。で、またそのインターネットの方から直接チケットを購入することもできます。で、またインターネットちょっと得意じゃないわって方は、電話で学研教室の、ね、沖縄北事務局の方までお問い合わせください。電話番号の方が 098-893-1933、 098-893-1933、 で、講演会についてってことでね、お話ししてください。はい、で、ではここでちょっとね、あっちゃんの曲もう一回聴きたいと思います。元気は自分で作るんだ、言葉が体を作るんだ、クラスの言葉を紡いでさ、神様味方につけましょう。時は泣きましょう。自分を愛してあげたらさ、この歌歌いましょう。元気は自分で作るんだ、言葉が体を作るんだ、プラスの言葉を紡いでさ、味方につけましょう。この歌歌ってみましょうよ。
すすめ情報があります。でキャンペーンとかまでよくやってますのでチェックですね。で、今中におすすめなのがお子様の思い出にってことで、アルバム、すごく可愛いイラストのアルバムだとか、あとマンボとかね、バウンサー、いろんなものがありますね。あ、はい、すいません、ありがとうございます。ね、マイクの方上がってなかったですね。で、ママズマート那覇新都心ストア、電話番号の方が 098-943-8630 098-943-8630、 10時から19時までやってますね。で、商品を売るのはもちろんなんですけれども、買い取りもやってます。もうね、子どもたち大きくなってすごくね、思い入れがあるんだけど捨てるに捨てられなくいね、でもね、ずっと置いといてもなっていうものありましたら、ぜひまたね、次に喜んで使ってくれる人がいますので、マムズマートの方で買い取ってもらってください。査定ね、無料でやりますので、親切なね、本当にママたちですね、スタッフさんも子育て中のママがねやってたりとか、先輩ママさんだったりね、優しく対応してくれますので、安心してね、こういろいろと相談してみてください。で、電話番号が 098-943-8630 ですね。場所の方が、58号線沿い琉球新報社ビルの隣にある建物ですね。すごくかわいいこの、ね、看板マムズマート出てますので、すぐわかると思います。で、今おすすめなものがね、ブログとかにね随時アップされてますね。子どもたちの思い出をね綴るこのアルバム、やっぱりいいですよね。こう一緒にね眺めて、この時はこうだったのよ、ああだったのよってね話をする時にはママもねすごい笑顔でね優しい顔になると思います。それをまたねお子さんが見て喜びますよ。あ、大切にされてるなってね、愛も伝わります。ぜひ撮ってそのままね、こうパソコンの中とかね、こう携帯の中だけに置いとくんじゃなくって、ちゃんとプリントアウトしてね、一緒に共有できるようにアルバム作ってください。あとなんかね、バンボ入荷しましたとか、バウンサー手動じゃなくってね、自動で、ね、使えるものですよとか、アプリ入荷しましたとかね、毎日毎日こまめにブログが更新されてますので、マムズマート那覇新都心ストアのブログ、ね、要チェックですよ。はい、では、ね、またねちょっとね残った時間でお話ね、先ほどの講演会の話ちょっとしたいんですけれども、今のもうグローバル化言えてなかったですね、グローバル化が進む今、世界で生き抜くための価値がある学びの力が今後最も必要となってきます。2020年をめどに戦後70年ぶりとされる教育改革が進められており、その中でキーワードとなるのが21世紀型スキル、その中核とされるのが考える力、基礎学力、実践力であり、特に考える力と実践力は先生方から知識を教わり覚えるだけの受け身型の学習では身につきにくいものです。今回はそんな実践力に注目し、子どもたちのやりたい、やってみようという意欲を喚起する講演会を開催します。今回は自転車一周の旅をする中で、移動掘りプロジェクト、診療所建設プロジェクト、幼稚園とか学校支援プロジェクトを成功させた株式会社ミキハウス社員坂本達氏をお招きし、これからのグローバル社会で必要なスキルとは、夢を叶えるために必要なこととはとかね、ついてお話しいただきます。対象は小学校5年生以上で、大人の方はね制限ありませんので、ぜひね、家族親子行ってみてください。はい、ではお問い合わせは沖縄北事務局 098-893-1933 までお問い合わせください。あとはインターネットでね、学研教室プレゼンツ熊本地震チャリティー講演会ということでね、検索するとまたねネットの方でもチケット買えたりしますので、ぜひこの機会を見逃さずね、世界の話を聞いてみてください。では、ね、あっという間の時間ですね。パーソナリティは堀えりみでした。また来週お会いしましょう。